さあそのスミスからキットでヘッドバット、タケルさんこのあヘッドバット、ヘッドバット、ヘッドバット、あ今度安田ヘッドバット、ヘッドギアで頑張ったあのヘッドバット、武道館決戦を思い出します。優勝戦天竜同盟との戦い。そしてオート、そのままフロントスープレックス、竹内さん何ですか。さあおっと、これはフェイスロックですね、フェイスロックに入りました。さあ今度はエルボーであります、安が落としていきました。竹内さん、このキッドといえばですね、あの菊池選手に対して花道でブレンバスター打ちましたよね。ともかくですね、キッドの差はもう文句なしですね。本当にそうなんですね。そのキッドであります、荒っぽい荒っぽい、あしかしジャンボも荒っぽい。さあそして今度は逆エビ固めに持っていきます。さあキッドこらえますが、やっとジャンボの力か、まだ完全にはよじれていないが、さあ広角度の逆エビ固め、竹内さん、この高角度の逆エビってのはどこが効くんですか。これは腰よりもむしろ足首になってくるでしょうね。足首なんですか。ちょっとこの流行になりつつあります、この高角度のエビ固め。そういえばこれキッドのお箱でしたよね。そういうことですね、それがジャンボ鶴田も盗んでいるわけであります。さあ今度はパンチパンチ、伏見正信が追い込んでいきます。伏見正信、さあバックドロップ、あの中野を仕留めただけには、竹内さん風車固めの連発でしたね。そういうことですね、人間風車のまま固める、フチが新しく開発したこの風車固め、これで世界ジュニアを初防衛いたしました。さあそのフチにあご砕き、早いテンポでタイガーマスクにつないでいきます。さあ天竜にも打ったのタイガードライバーを打てるかどうか、バーッとキック、竹内さんキックの重みはどうですか。だんだん出てきましたね。だんだん出てきましたか。特にあのジャンプしての蹴りが良くなりましたね、はい、竹内さん、これも三強の中に入っていけるかどうか、タイガーにとっては大切な試合ですよね。やっぱりこの後のシリーズでですね、どこまでこの三強の中に食い込んでいくかですね、はい、タイガー小橋というニュータッグチームも誕生しました。このシリーズ若い人の刺激になってもらいたいと思います。さあこのタイガーマスクから今度はスミスにつながりました。ちょっと流れがこのグランドの展開といいますか落ち着いてきた感じですね、竹内さん。それとですね、はい、小橋さん、ちょっとこのスミスの体を見てほしいんですけどもね、背中がですね、日焼けしてるんですけどね、非常にやっぱ朝だらけになってるわけですよね、ほうほうほう。それはやっぱりその歴戦の激しさといいますかね、このシーズンの激しさを物語っているように、特に背中のあたりはすごい朝ですね。なるほど。そのスミスに対しまして、キーロックに行きました淵正信であります。こういう関節攻撃で中野からペースを奪いまして、初防衛に成功しました淵正信でありますが、さあこの後持ち上げるかスミス。何度も何度も持ち上げましたが、それをよく全日軍団は知っています。ああ、淵もこのキーロックを離しておりません。やつなかっといたしましたが、さあもう一回行くのかスミス。さあ本当にあざだらけだ、ちょっと内出血も見えているのか、このデビーボーイスミス。さあ持ち上げる、持ち上げる、どうだ、力が入る、赤い赤い日焼けの背中が今度はどんどん好調してきた。あーっと持ち上げた、顔も真っ赤、腕も真っ赤、背中も真っ赤、あざだらけ、しかし持ち上げた。そして飛びますかね、タイガーマスクがミサイルキック、高層合体殺法であります。そのままカバーの体勢、チャンス、ヤツが出ました、カウントワンであります。いやスミス、竹内さん、これはもうハンセンですとかゴディですとかできますね。本当ですね、一騎打ちみたいですね。スーパーヘビー級になってきましたね、本当ですね。さあ今度はタイガーマスク、こちらは飛べるヘビー級、飛べるヘビー級タイガーマスク、今日はいかんなく空中戦も見せております。今10分が経過、さあ淵正信を捉えるかタイガーマスク。さあ淵はヤツとタッチしました。タイガーマスクとヤツという戦い模様であります。ヤツのヘッドバットが飛んでいく、円錐が飛んでいく、タイガーマスク打たれております、タイガーマスク打たれております。さあ今度はどうか、ショルダースルー、八津吉明であります。共に形は違いますが打倒天竜を目指しております。タイガーマスク、八津吉明、バックドロップからエビに固める、おお、聞き分けのない右足といいますか、膝が出ましたね。タイガーもこれあれですね、がむしゃらでいいですね、いい形になってましたね、本当にスマートでかっこいい科学的レスリングをするタイガーマスクなんですが、ああいう面をもっと出してほしい。さあ今度はスピンキック、これはかっこよく決まった、ズバッと決まりましたタイガーマスク。さあ今度はダイナマイトキッドを呼んでまいりました。さあ右でのパンチ、右でのパンチであります。竹内さん、あのカンナムのクロファット、それからこのブリティッシュブレドックスのキッド、ファンタスティックのロジャースと、このいいチームにはいい先輩役がいるんですよね。必ずいますね。そうなんですね。さあ出ますか、出るか、高速のブレンバスター、これがいる、あるからキッドが好きだ、これがあるからキッドが好き。そして2位、忘れちゃいけないヘッドバットはいつ出すか。さあ今度はカバーの体勢、失礼、タッチの体勢からタッチを行いました。スミスが出てまいりました。さあスミスの怪力殺法が第2弾第3弾が出るか、ブレンバスターです。
腰を低くします。八つは重い。いやどうか。逃げましたね。対空時間をこれほど作る。やっぱりスミスも好きだ。そのままカバーの体勢、ものすごい音がしました。八代志明120キロブレンバスター。しかし鶴田がカットであります。ここまでのペース、武井さんどうですか。これはですね、やっぱりブリティッシュプラスタイガーがですね、はい、完全に主導権を握ってますね。そうですか。タッグではこのところ負けなしであります。キッドスミス、しかし悪びれず八代もエルボーで行く。さあスミスがちょっとフラフラか。ダメージはどうか。さあジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田が出てまいりました。あの小橋健太に対しまして7番勝負。ああキック、このキックも小橋に見舞っていった。細谷がさん、小橋に対して打ったバックドロップは非常に難しい体勢から打ったんですよね。これは危険な技でしたね。さあショルダースルー、これは見えている。スミスが勝ち上げた。さあ今度はタイガーマスクと鶴田。さあこれは新鮮な戦い。あーっとジャンプしてのキック、顎で決まっている。いや胸か。そして今度はミドルキック、エルボー、エルボー、ロープに飛ばす。じゃーっとジャンピングに。高橋さん、タイガーのジャンプ力もすごいんですが、超ヘビー級で鶴田のこのジャンプ力、いや驚きですね。しかもですね、たっぷりと体重がかかってますからね。そうなんですね。さあ今度は縁にタッチが行われました。縁にタッチが行われました。まあこのジャンボ鶴田が今エプロンに引っ込みましたが、高橋さん、小橋健太郎の7番勝負、片エビで本当は OK だったんですが、小橋があそこまで攻めてきてくれたのに対してバックドロップを打ったんだというコメントですよ。まあ、あれでですね、小橋さらに成長したでしょうしね、ジャンボもやっぱり下の若い選手の伸び方をですね、本当に肌で感じたんでしょうね。そうでしょうね。さあ今度は淵正信とタイガーマスク、動きが速くなった。この2人の戦いはスリリングだ。さあリープロック、魔界だ。もう1回か。あドロップキック、ドロップキック、淵正信に対して今度はもう1回飛ぶぞ。ドロップキック、場外転落。さあプランチャーを見せてもらいたい。さあどうだ、プランチャー入った。ありがとうタイガー。飛びましたね。行きましたね。タイガーマスクのプランチャー、当たりどうでしたか。悪くないですね。これで大丈夫ですね。次期シリーズへ、これは本当に明るい展望だ。さあ淵正信とスミスが今度はリングの中にボディリフト持ってまいりました。さあ今度はきっと、やっとラリアットかわした、エンズイかわした、当たってない。今度はキッドの2回目の高速きましたね。2回目の高速とブレンバスター、淵危ない、返すか、返した。ならばフィストドロップ。おこれは淵の得意技でもありますよ。フィストドロップですね。さあこの後縁のフィストドロップも見られるかもしれません。さあキッド、キッド何か合体を考えているようですね。合体を考えているか、夢の合体が見られるか。さあフィデルソンからドロップキック、おーっとこれはいけない。さあタイガーマスク、今度はヤツ、ヤツに打っていきました、ヤツに打っていきました。そして今度はヘッドバット、キッドミドルキック、ヤツも打たれずから持って打たれば、あーしかしキックを踏んでいて、お足を足を取ったまま抱えているのはバックドロップですね。あこれはすごい。タイガー危ない、タイガー危ない。カウント2であります。あれはどこに、武井さん、技の名前ついてますか。いやまだついてないですね。まだついてない。そうですか。今度はブルドッキングヘッドロック。そういえば武井さん、鶴田とのテクニック対決、武道館同門対決でしたが、あの時にも変形のバックドロップを安田見せてくれたんですかね。ありましたね。いや考えています安田翔、今年にかけています。さあ究極のバックドロップは見られるか。ジャンボ鶴田、タイガーマスクが飛んだぞ。竹内さん、あ今度はジャンボのバックドロップを見たいですね。ここでジャンボのバックドロップが出てくれば、この試合まさにもう盛りだくさんですね。15分が経過しました。本当に技も盛りだくさんであります。夢の対決。さあジャンボを飛ばした。あっと、あ15分キックを捕まえた。お前は天竜か、よく呼んでいたタイガーマスク。しかしもう一回飛ばした。あラリアットもかわした。あーっとフライングラリアット、タイガーマスク左が当たりましたね。いやー高橋さん、今の攻防はどうですか。タイガー良いですね。よくやっぱりジャンボの動きを呼んでましたね。試合感も戻ってまいりましたタイガーマスクであります。しかしその辺は力、ジャンボ鶴田が持ってきた縁の円錐であります。いやータイガーマスク頑張っています。そして縁も頑張っています。マスクを掴んだ。武内さん、天竜とそれから高木の対決が精神的対決とすれば、これはもう技のオンパレード、もう見どころ心に対いっぱいありますね。まさにフルに入ってますね。本当にプロレスは面白さの宅急便、そしてグルメのフルコースであります。さあ今度はボディスラム、今度はスミスが飛ぶか。あーもうこれは失敗。もう一回、もう一回かわした。この辺はジュニアの軽い動きだ。そして自ら飛んで、しかしボディリフト、大倉馬スタンピート。さあキッドがスミスがオクラホマスタンピートで、キッドがあーダイビングのヘッドバットを狙ったか。あー外しましたね。外しました。ヘッドバットを鶴田やつがカット。さあ6メンタルタッチ混戦だ。さあジャマー
くる、鶴田が飛んでくる、放送席でありますが、リング上は鶴田、淵と、そしてキッド、さあご覧の状況、淵はボディスラム、さあ先ほどのお返し、ピストドラップか、あるいはフライングヘッドバットを打てるか、キッド気がついた、キッド気がついた、なだれなだれの声、なだれだ、なだれ式だ、さあ決まり替えはどうだ、ガーッと危ない危ない危ない、キッド足が滑ったが、しかし相手に体重をしっかりかけている、淵が自力で返した、よく返しましたね、これもプロレスです、これもプロレスです、さあダイナマイトキッド、お淵コールになりました、竹内さん、この全日本プロレス今誰がヒーローになるか本当にわからない、さあ今度はオクラホマスタンピード、セカンドロープからカットに入るが、入るが、これは入れません、カットされました、逆にカットされました、最後はやはりスミスの怪力、スミス、キッド、タイガーマスクがこの全日軍団鶴田やつ、そして淵を、最後は淵を捉えて終わります、17分22秒の勝負でした、竹内さん、夢のトリオいかがでございましたか、まさにですね、はい、楽しく激しいプロレスをたっぷりと見せてくれましたね、そうですね、楽しかった、そして激しかった、キッド、スミス、そしてタイガーマスク、夢のトリオ、この2人は本当リングに上がると緊張感がありますね、竹内さんね、そういうことですね、タイガーもですね、いい形で仕上がってきましたしね、はい、次期シリーズまた楽しみになってきましたね、キッド、スミスはこれで全勝、次期シリーズはカンナムエクスプレスも来ますが、カンナムの方もこの噂を聞いて刺激を受けるでしょう、そして竹内さん、この天竜同盟との構想も 見どころなんですが、鶴田やつ淵といったところが、この次期シリーズ天竜同盟の構想また続いていくでしょうね、ともかく次期シリーズはですね、外人選手も非常にやっぱり強力ですからね、そうですね、個人コンビとしてもガッツリとやっぱりその辺を守っていってほしいですね、ハンセン・ウィリアムス、ゴディ・ウィンダムが来ますが、どういう次期シリーズになりますか、最終戦いかがでしたでしょうか、解説は竹内さん、竹内さんどうもありがとうございました、どうも皆さん、さようなら。